どうだろう、カリタスの合唱一緒にお手伝いしてくれるお友達、準備オーライ？オーライですか？はい、じゃあ今もうこっちもスタンバイします。はい、お待たせしちゃって申し訳ないです。いつもの多摩川でこういろんなことを私やってます。3月はこれこうやってみんなに集まってやってもらってます。5月になると多摩川に鮎がたくさん登ってきます。その時にはまた鮎の放流体験っていうのをぜひご案内させていただきます。皆さんも多摩川にたくさん戻った鮎ね、自然のシンボル、多摩川再生のシンボルと言われてますが、実際に皆さんの手で鮎を見て触って、実はその時に鮎のご試食もできますね。今日も懇親会あります。もしご興味のある方、懇親会テントの中でやりますので、鮎の天ぷらとかあります。少し、召し上がってみたい方、熱々の揚げたての天ぷらありますんで、どうぞ皆さん、お帰りの際にはちょいと一つつまんで帰ってみてください。どうですか？そのままじゃあ歌っていきましょう。真っ白な雪に散り、春風香る。私は懐かしい、誰かと
眩しい、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 目が眼科、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 眼科。はい、それじゃあ、いよいよ暗くなりました、階段の方から順繰りに降りていきたいと思います、皆さん足元を気をつけてゆっくりと降りてください。下に降りると、シューター、道路流しのシューター、滑り台みたいなものが置いてあります。そこから一人ずつ流していきたいと思います。それは流せません。これどこ置けばいい？ここ置けばいいの？ここ。あ、本当だ、消えちゃいそう。いるかな？